今回は、こちらになります。これはね、スカイライン50の時に、前回の動画ですね。でその時に、あるファンの人からねこれいただいたんですよ。でその子がね小学生ぐらいの時に、なんかねドイツにお母さんが旅行に行って、でその時にその買ったものだって言ってましたね。で、それがまあこのまま何かっていうとフォルクスワーゲンから出されてる VW バスっていうね、ワゴンじゃねえかというツッコミがあるかもしれないけど、あの VW バスになってるんですね。で、なんです。でこれは、まあ、通称カラベルと言いまして、1990年の8月に新しい VW バスと小型バスのカラベルが登場すると。でデビューから40年経ってようやく最後のリアエンジン車が姿を消し、モデルチェンジされて前例起動で横置きのエンジンが搭載されることになったんですね。でドイツ国内では T4 世代と言われるこのシリーズには4気筒もしくは5気筒のパワーユニットが搭載されると。で 1.9 から 2.5 のエンジンはガソリンディーゼルで、その出力レンジは61から115できるようになる。でカラブルにはトラックバージョンおよびステーションワゴンの3バージョンが揃っている。またロングホイールベースとショートホイールベースが用意されており、8人から12人乗りに、なっているという車なんですね。でこれが、フォルクスワーゲンのバスの、まあ、カラベル、通称カラベルと呼ばれているものでして、でその、まあ、ファンからいただいたものはその車で、これが、そこにそのあったものなんですよね。で、それがまあそこあのそのドイツでお土産としてまあ買ってきたものらしいです。まあ日本円でいくらかは分かんないんですが、まあ本場のとこなんですよね、このミニカーのね。というのはこれは軸なんでして、まあ軸の、本場がドイツにあるんです、本拠はね。でそのドイツでまあ買ったものだということですね。だからおそらくは軸のおもちゃメーカーの軸の工場とかももしかしたら見学したのかもまあわかんないですけど、まあそれのものです。でこの上にちっちゃかいフォークリフトが乗ってますが、まあこれは、その後からつけたとかではなくて、もうこれ当初から、新車当初からまあこの上にこうフォークリフトがまあ乗っていたものらしいんですね。でこの状態で発売されていると。さすがは軸ですね。日本ではのちょっと考えにくいようなところをこうやってのけて乗せるとね。日本だとこうトミカなんかだと例えばギフトセットものとかじゃないと出てこないけども、軸はもう通常品の場合からもうこういうバージョンというのを出してきてるっていうところが、これがまた憎いねってところなんですよね。面白いねってところなんですよね。あの海外では、海外っていうか他の国ではそういったことってあんまり しないから、そういうところがこういいとこだなっていうふうに思います。でそれ以来、まあ、私のところに来てからずっと、所有しておる車ですね。だから多分その子も今はいくつぐらいだろうな、もうその当時小学生だしてたから、今はもう中学生か高校生ぐらいにはなってるんじゃないかなと思います。でまあその子は今もミニカー集めてるのかどうかは、車にね、興味があるかどうかっていうのはそれはもう定かではないですが、ただまあもしご覧になっていたら 今もまあこうやって保管をしておって、でこう動画に出しているというのがありますからね。であとはそのミュージアムというかそういったものをに向けてというか、そういったのでこう出してるかなっていう感じですね。ですからまあほとんどあの走行距離としてもあまり走らないですし、まあ大事にしてるところですね。これあんまり走らしてしまうとね、ちょっともったいないんだよね。なぜならこれがこう接着剤みたいなのでこれくっついてて、これが取れちゃう場合があるんだよね、あのあんまり走行してると。だからあのそれであんまり走行しないようにはしてるんですけどもね。ただまあなかなか面白い。本来だったらこういうの取っちゃうんだよね、ちっちゃい子供って気になるんだかしんないけど、
取らないでこのまましとくことが一番いいんだけど、まあこうやって上に乗せるっていう発想がね、その日本人では考えつかないだろうというね。あの日本だったらうっさいからね、こういう上にあのフォークリストを別に乗せて走ったっていいじゃないかと思うんだけど、そうするとね、あのパトカーがブルーってやってきて、なんだこれはなんだこれだって言って罰金ですよとか、なんだこれだってうるせえこと言ってくるからね。だったらその海外の場合はそういうことをしても、同じ海外のパトカーがやってきたとしても、まあこのくらい仕事に使って荷物がね、これじゃね、ワゴン車の中入んないから、まあこういうふうに使ってますって言ったら、まあ仕事に使うならしょうがねえがっていう感じでね、通してくれるからね。ところが日本の場合はうるさいからね。日本はうるせえよ本当に。この国は昔に比べ、昔はね、そんでもまだ規制され、あの緩和されてたとこがあるんだけどね、あれをやってはいけません、これやってはいけませんと、余計なお世話だっていうことをどん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 やってくるから、あのそんなことをしてたらいつまでたって景気が良くならねえじゃないかと。まあそれは景気良くはならないわな。なぜならそんなうるせえことを言ってくるから。うるせえことをあだこだとやってやれよ、あれは言っちゃいけないよ、これはやってはいけないよっていうことを言ってくるから、それをもっと緩和しなきゃいけないんですよ。そういったうるさいことを緩和して、まあ多少のことでは目をつぶるというか、あんまりそれが人に迷惑をかけるようなことだったらダメだけど、人様に迷惑をかけない程度であれば、まあこういう例えばフォークリフトを乗っけて走るぐらいでね、これがちゃんと落っこちないように固定してればいいでしょうっていうぐらいなものにしていかんと。それを今の国はあんたこだといううっせぐらい言ってくるからね。だから景気が良くならないんだよ。そんなことが分からんのかバカタレがと言いたくなるぐらいの、悲しい国になったんだよね。それが首相をはじめ大臣たちですよね。あいつだから足引っ張ってなんかしてね、あんたこだってこうやってるわけ、そんなことやってる場合じゃねえだろうっていうね。もうそれこそフォークリフトに乗ってね、被災された山口だとかね、熊本もそうだし、新潟、ね、東北、北海道、まあそういったところにこういうフォークリフトに乗って、がれき撤去しろやと、もう本当それぐらい言いたくなるぐらいの、もう情けない国になってしまいましたね。まあこれはなかなか、ちょっともこの車はこの車でなかなかいいところがあって、そういうところがこう気に入っているところではあるかなと思います。どうもありがとうございました。